すごい、ちゃんと出てきたね。綺麗。かわいい。めっちゃ綺麗。野鳥を待つ会。ここも駐車場あるやん。本当や。勝浦さんの園地。エノベタニ峠。下っていきます。今からお寺まで1時間半ぐらいかな。そんなないかな。行きましょう。やっと登山道に入った。ちょっといっぱいひっつき虫つきそう。もうでも誰かについてくれてるみたいで、ここら辺ない。17やん。ね、やってるな、ね、増加じゃないよね。これってさ、こうやって回る人いてんやろね。ああ、そうやろな、ね、やってくれてる人が。できません。8時からね、うんうん、はいはい。でまたこの林道から登山道に。7から7です。綺麗な紅葉のところに近づいてきた感じ。普通の人がいっぱい出る。ちゃんと出てきたね。綺麗。
ッケー。はい、よいしょ、じゃあ。あっちに抜けてるのが見えるのがいいよな。すごい。はい。ここに富士山がいます。花をお会いしましょう。富士フィル。ツリーみたい、花咲いてるみたいやね。グチツツジゾウさんで、私は幸せリゾウ。かわいい。綺麗。木のリゾウさん。めっちゃ綺麗。ビデオやった。15、11来た。半分クリア。帰りが上りばっかりでつらい。頑張ろう。よいしょ。ねえ、かわいい。うん。あーしんどい。もうすぐ林道に出ます。お地蔵さんももう19やから、あと2つ。ここの水きれいやな。あー最高。え、道なんか砂防みたいじゃん。なんかなんか止めてる。ここね、山頂へ、上桂木さんの山頂へ向かいます。五穀豊穣。なんて読むの？快楽太平。これ登ったらゴール、山頂です。御神神社、葛城さんにあるところです。マジだな、これで。ここ、いやね、車止めるとこ。売店って書いてあったから。じゃあこっから前来たな、昔。電波来た、電波来た。電波来た。うん、電波来た。やっと来た。
綺麗。あっちは海です。ラーメンとアンパンとみかんです。おやつもいただきます。